やっぱり人には限界はないんだなって思いましたよ。そして人は一人では生きられないってことに心から感じました。俺はたくさんの人にお世話になりましたからね。明日がその人たちへのちょっとした恩返しになればいいなと思ってます。世間では明日頂上にたどり着くことは奇跡だという声もありますが、いやいや中須さん、奇跡ならもう起きてますよ。まず歩けるようになったこと、そして何より俺の周りには最高な仲間たちがいる。これだけでもう十分奇跡です。素敵ですね。必ず頂上にたどり着いてくださいね。もちろんです。俺には頼もしい仲間たちがいるんで、絶対に成功させて、たくさんの人に限界はないんだってこと、そして俺のように歩けなくなった人に希望を届けたいです。頑張ってください。はい、では以上です。平山亮介さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れっす。おう、君が平山か。まあそうっすけど。俺は佐藤智弘だ。今矢部学で唯一無二の天才と言われている。まあせいぜい頑張っ。荷物どこっすか。おい、あっちに置いてきてくれ。了解っす。無視されてやんのー。この野郎。おい、なんだ。そんなふざけてる暇あるんだったら練習したらどうすか。ここ何年も甲子園行けてないんだから。矢部学。すいません。あの野郎。違う。はい、おい、はい、はい、みんな今日の練習お疲れ様。お疲れ様です。2年と3年には伝えたが、今年のゴールデンウィークは合宿をします。うわー、合宿。はい、はい、はい、はい。いやー、あの試合は練習試合だったのにみんな気合入ってましたね。そんなみんなを見て俺も絶対に打たせないぞと自然と気合が入りました。レビッチ。でも相手はさすがの甲子園常連校、0対0で迎えた7回表、ツーアウトランナー2、3塁とピンチを迎えてしまいました。ナイト。おい、おい、おい、しゃー、ナイスキャッチャー。おい、何やってんだよ。交代だぞ凌介。おい凌介、先生、凌介が、凌介が、凌介、おい、しっかりしろ凌介。凌介くんの担当医の川村です。凌介くんに関してですが、四肢の完全麻痺です。首の骨と神経を損傷しています。おそらく飛び込んだ際、不運にも全体重が首を直撃、回復する見込みはかなり低いです。野球どころか基本的には寝たきりかと。最高に回復して車椅子ですが、私たちのできることを精一杯やらせていただきます。あっ、負けんなよし、お前、頑張れ、頑張れ、よーっ。
絶対に歩けるようになってみせるから、お前らも負けんなよ。あとよし、俺がこんな風になったの勝手に自分のせいにしてんじゃねえ。お前ごときが俺のこと背負ってんじゃねえ。せーの、日常生活は遅れるけど、体には麻痺が残ってる。歩くのにも杖が必要だし、これ以上劇的な改善は期待できないって言われてんだよね。富士登山なんてできるような体じゃないよ。いやいや、涼介くんなら大丈夫な気がするよ。あ、もし途中で涼介の足が動かなくなったら、俺らが担いで頂上連れてってやる。そうだな、野球やめて体力ありあまってるしな。おい、ほら、行くぞ。涼介、どうする？涼介、わかりましたよ。行きましょう、富士山。わっしゃー。なあみんな、懐かしのあれやらない？あれ、ふらーふらー、りょうすけー。それかよ。やめろよ、恥ずかしい。懐かしいな。頑張れ、頑張れ、涼介。雪。フレー、フレー、涼介。頑張れ、頑張れ、涼介。フレー、フレー、涼介。頑張れ、頑張れ、涼介。おい、あれ山頂じゃねえか。よっしゃー、フレー、フレー、涼介。頑張れ、頑張れ、涼介。フレー、フレー、涼介。頑張れ、頑張れ、涼介。涼介、あと一歩だ！せーの！あれ？涼介、よくやったよ。本当によく頑張ったな。そんな泣き虫になったんだか。だから泣いてねって。いや、でも本当嬉しいわ。ん？登頂できたこと？違う。最高な仲間たちがいるってことがだよ。やっと心から野球部に戻れた気がする。なんだそれ。これからもずっと仲間だぞ。なんだかむずがゆいな。あ、ごっつぁんさん仲間じゃないですけどね。え、なんでだよ。確かに
後藤以外はいい仲間だ。先生まで。お疲れごっつぁん。だからお前先輩やぞ。あ、みんな集合写真撮らね。いいっすね。そうですね。はい、じゃあ、並んで、並んで。おう、先生。入れてくれよ。ちゃんと並べたか。いう。よっしゃ、行くぞ。1たす2は3。これじゃ全員真顔じゃないですか。やっぱり智也はバカだったな。こっちゃん写真終わったら殺す。ああ、おのせ助けて。じゃあ、せーの、1たす1は